本日は香港旅行の2日目。昨日香港に到着してホテルにチェックインした後、有名なシンフォニー・オブ・ライツを楽しんできました。本日は本格的に香港を旅します。ローカルの美味しい料理を食べ歩いたり、街の魅力的なスポットを巡ったりしていきます。それでは早速行ってまいりましょう。レッツゴー。はい、ということでサムスイポーという駅に着きました。こちらでですね、私たちはディープな香港のご飯を食べていきたいと思います。この近くにあるチョンファンを食べに行きたいと思います。チョンファンっていうのは米粉から作られるプリプリした皮を、ベースとした料理です。うん、めっちゃもちもち、ちょっとピーナッツペーストの香りもするんですけど、シルクを食べてるような感覚になります。すごくスムーズで雑味とか全くない、透明感がすごいチョンファン。香港マジでおかしい。どうして？水とファンタの値段が一緒です、うん、ビールもインドネシアよりも超安い。ハイネケン、でかいやつ500ミリかな、それ、うん、が日光で18香港ドルということが300〜350円ぐらい。安すぎない？まだまだ食べますよ。オッケー。どうしたどうした、気をつけてくださいね、うん、香港の危険、うん、あほらエアコンのよだれが出てしまったよだれすごい多いよね。エアコンの室外機から落ちてるんだろうけど、めちゃめちゃ街中にあります。まあ、うん、いいことだよ、夏はしっかりエアコンつけましょうThank you. 待って、早い、早くない？一瞬で来た。10秒、15秒で来たよ。でもめっちゃ美味しそう。めっちゃいい香りする。めっちゃカリカリ。これが噂のパイナップルパン。いわゆる日本でいうメロンパンなのかな。ありますか？本当に、周りはカリカリで、バターの香りがすごい。バターが挟まってるから、すごいジューシーに感じる。いただきます。飲みきます。いただきました、ご飯だから。飲み物は飲みきます。牛乳がグッてくるかなと思ったら、結構コーヒーの味もしてまして、で甘さはねかなり強めかな。このカリカリですよ。それじゃあいただきます。かなり脂がくる、揚げてあるのかな、かなりカロリー高そう。どっちが好き？それはチャーシューじゃない、メロンパンと。これはパイナップルパンが好きかな。じゃあゆっくり食べていきたいと思います。じゃあゆっくりできないな、早く食べていきたいと思います。まあ2回朝ごはん食べたということで、ご飯で妊娠してしまいましたので、もうご飯はここで一旦休憩して、もうちょっと歩いたらモンコクに行けるんで、そこでちょっとね散歩して散策して何があるかをちょっとね見てみたいと思います。あ、なんで暑くなったあ、じゃあ早くしなきゃ。じゃあ皆さん、こっちの香港感がすごく味わう背景を味見してください。こういういい天気の時に、やっぱりエアコンが他社さん入ってください入ってくださいって呼んでるので、こちら入りたいと思います。長いね。とりあえず乗りたいだけなんか思ったんですけど、香港ってこの建築の足の骨組みとして竹を使うよね。だから落ちた時も比較的鉄よりもまだ安全なのかなとは思ったりします。あとあれだね、竹使ってるのもそうだし、このつなぎ目も紐だよね、全部竹と紐に信頼が高いですね、うん、そう、どうなんだろうね、この支えの部分とかは崩れたりしないのかな。こういうのを作れる職人さんがいるのかもしれない。すごい。でもなんかこれもね、一つの香港の景色というか、こう特色だよね。はい、私たちは
本当にジャカルタのエアコン生活に慣れすぎて、本当にさっきから30分に1回は何も言わなくてもお互い涼しいエアコンのお店探して、最後はね、さっきね銀行取って、あ、エアコン弱いなって言ったりするよね。あ、涼しい涼しい。今ね、私たちはお店の前に座ってて、ちょっとエアコンを借りてます。ちょうどね、その店内の冷気が私たちの座ってる場所まで届くんですよ。めちゃめちゃ快適。ちょっと休憩して、 その後また、動き出していきたいと思います。今アベニューオブザスターズに着きまして、ここはね観光客めちゃめちゃいます。アベニューオブザスターズはどういうとこかというと、うん、ホリウッドウォークオフフェームって考えばいいですよね。あ、なんてホリウッドウォークオフフェーム。あ、あのロサンゼルスの海鮮鍋の匂いしない？海鮮鍋、お腹空いてるだけかな。なんか海が海鮮鍋の匂いする気がする。単純に海の匂いがするだけじゃない。海鮮鍋ですね。なんか貝が入ってて、ちょっとエビもちょっと入ってて、海鮮鍋ですね。あ、わかった。磯丸の匂いしますね。磯丸水産。Yes。これがかの有名なブルースリーゾー。強そう。座る場所があってかなり快適。コア入れるかな今日。そのことばっかり考えてるでしょ。入れると思うよ。ただちょっと早めに行こう。5時30分ぐらいには着けるようにしようか、うん、世界の7番目のバーなんで楽しめると思う。アベニューオブザスターズは本当に広場っていう感じするね。ブルースリー。お、ブルースリー。中国語で李小龍先生。うん、日本中国語読めるよ。でも手がないよね。私の手を偽物で着けようか。ここら辺は映画関連 の、 あの俳優とかダイレクターとかが多いから、私たちは正直知ってる人が少ないんで、まあ、また知ってる人がいれば紹介したいと思います。はい、ジャッキー・チェーン先生のありますね。あ、手思ったより小さいのかも。セイゴ、こっち来て。はいはい、すごい何タシャ先生の手ですと合わせる。なんかすごい生々しいけど、なんか最近のテクノロジーなので、タシャ先生の手ですね。なんかやめようか、恥ずかしい。よし、ということで、アベニューオブザスターズ満喫しましたので、これから麺食べに行きましょう。ゼーゴー、あ、ごめんね、扇風機のせいで。ゼーゴー、どこ行くの。あ、やばいよね、扇風機が。ごめんね、おじさんジョークすぎて。よし、ということで麺が来ましたんで、いただきます。まずスープだね。あ、かなり精錬されたスープかもしれない。鶏ガラがうまい。じゃあ麺いただきます。この細麺ね。はい、癖がない。で、次ワンタンいただきます。うん、めっちゃジューシー。あのワンタンの味付けはしっかりされてるんですけど、エビの旨味を残しつつ甘みがすごい、肉汁も中に入ってる。それぐらい美味しい。うわ、うまい。まあ、ぜひ食べてくださいね。私ももうゆっくり食べたいから、バイバイ。今ですね、私たちはこちらセントラルにいて、セントラルからちょっと時間があるので歩いて周りを見ながら、旅行しながらコアに行きたいと思います。コアコアコア、5時ぐらい着いて何人並んでるか。まあでも一番最初に着いたら誰よりも早く入れるんですよね。あ、私嫌だ。ちょっとね、あの一番目にお店入るとちょっとプレッシャー感じるから、5番目ぐらいがいいな。なんで？なんかあの一番になんか案内されるお客様でちょっとあのプレッシャーあるんじゃない？はい。じゃあもうあと5分で入れるんで、5時30分ぐらいから人が増えてきて、入れないかもしれないになったのが30分ぐらいだ。うんうん、
コアはアガベベースのカクテルが有名でめちゃくちゃ美味しいですよ。雰囲気もすごくおしゃれで、友達と夜を楽しむのにもデートにもバッチリ。しかもコアは2022年のアジアのベスト50バーで1位。香港に来たらぜひコアに行ってみて。はい、ということで飲み終わりました。美味しかった。めちゃめちゃね、感動しました。お酒で感動するのってなかなかないと思いますけど。私はなかなかあるけど。あるのかい。ここその中でも結構レベル高い方。うん、3杯目飲みたかったけど止められた。うん、まあ冷静に考えて明日ディズニーだからね。でも面白くない。お城の前にダメ。絶対ダメよそれ。うん、夢の国じゃなくなっちゃうからね。ひと言で言うと、うん、カクテル全体は私感じるのが、まずスッキリするカクテルが多いのと、めっちゃスムーズ、味がスムーズに入って、組み合わせもすごく面白い組み合わせになっていますので、うん、ぜひお酒好きな方はぜひ試す価値あると思います。うん、ということで本日はこのバーのフォアさんを最後に終わりたいと思うので、もしこの動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ちょっとお腹空いてる？どう？お腹空いてるよりも、うん、お酒は締めのご飯で締めないと、うん、完璧なコースになってないんで、ちょっとね、私、はいはい、お酒好きな人ですので、うん、ちょっとしっかり締めないとね、なんか、なんていうから、ストーリーが終わってないって感じする。フルコース完成しないか。そうそうそう。ああ、じゃあ、ちょっと探そうか。うん。行こうか。うん。よし。おまけでね。コアがすごく良かった。